始まりました渋谷オルガン塚生徒会員1億を詰めます黒田ひろむです。よろしくお願いします。はい、そして今日の生徒会メンバーはこちら。はい、木村あずきです。お願いします。お願いします。まるです。お願いします。バク、ゆめぽてです。お願いします。レイタピです。お願いします。お願いします。はい、ちんいちろうです。はい、ちんいちろうです。はい、今日もよろしくお願いします。さあ今日はですね、豪華2本立てでございます、テーマはこちらです。日本が危ない、ロシア、中国、北朝鮮、危険な隣国に警戒せよ。はい、ということですけども、なんか怖そうなテーマだし難しそうなテーマだよね。そうですね、もうロシア、なんか文字が怖い、うん、ロシア、中国、どっか一つでいいんじゃない。いつも一つで、今日頭持つかなってちょっと、今日はちょっと三目こう、いっぺんにやっていきますので、はい、1時間目はですね、東海大学教授の山田義彦先輩によります領海領土の面からの授業。2時間目は明治大学教授の飯田康之先輩によります経済の面からの授業です、どちらも必見です。領土領海ってデータピン分かる？全く全然聞かない。聞いたこともない。聞いたことない。間違いない。経済とか、いや大丈夫かな、今日みんなついてもらえようかな。まるどう、頑張りましょう。必死ですね。頑張らないと。いけるか、まるちゃん。すでに怖い。でも知っておきたいですよね。確かに、確かに経済のこととかも気になる。画面見るとみんな明るいね、なんか。すごい、明るいというか眩しいんだけど、目がチカチカするやばい。確かに心はすごく真面目です。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速1時間目の先輩をお呼びいたしましょう。この方です。はい、東海大学海洋学部の教授の山田義彦さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、山田さん、オルガン坂初登場ということで、はい、山田義彦先輩をご紹介いたします。はい、はい、山田義彦先輩はですね、東海大学海洋学部の教授であります、海上安全保障など海に関わるさまざまな問題についての研究がご専門です。お、はい、じゃあつまり、あの海にまつわるエキスパートということですか。そうなんです、海洋学部珍しいでしょ、海のことを何でも聞いてください。楽しみ。何でも聞いてくれるよ、ね、先輩の本でね、はい、なんか兄貴がね買ったってたんだけども、日本の海が盗まれるって本があるんだけども、夢またどういう意味だかある？分かんない。日本の海が盗まれる。海どうやって盗むんですか、あれ。盗みようがない、あんなに結構いの、うん、どうやって盗むの。確かに、どうやって盗むあれかな。先輩どうやって盗むんですか。はい、日本の海が盗まれるって、まあ、要はですね、海から近づいてきて、まあ、土地を取っちゃおう、島を取っちゃおう、あるいは泳いでる日本の近くで泳いでる魚を取っちゃおうと、また海底資源までいろんな海からの恵みを奪ってしまおうということですね。じゃあもう日本が盗まれるに近いですかね。まあ、実際には日本がもうどんどん切り取られていってしまう。じゃあ何、夢ポテが、ね、海で泳いだら夢ポテも盗まれちゃう。いやエクステインプも渡したくない。実際にですね、連れてかれちゃうっていうことも今まで起こっているので。そうだよ、女の子とか連れてかれちゃうたりするから、帰ってこないですよ、ね、見たことあるからね。はい、こういう濃い内容もちょっと話していきますので、はい、そして今日は生配信の後にもこんな企画を用意しております、うん、オルガン坂生徒会緊急生配信第5弾、緊迫するロシア・ウクライナ情勢です。すごい、はい、第5弾でございます、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始されて2ヶ月、まだまだ終わりの見えない争いが続いております。この戦争の行方や状況に、世界そして日本はどう向き合っていくべきか、須田慎一郎先輩と山田義彦先輩、うん、さらにゲストとしてですね、筑波学院大学教授で、政治学者の中村逸郎さんをお迎えしてスペシャル提談をお送り します。はい、お送りします、配信は17時からとなっております、うん、こちらもぜひご覧ください。山田先輩、須田先輩、よろしくお願いします、はい、ウクライナに関するですね、ちょっと深い、あんまり今まで聞いたことないような話、特に私が入りますので海に関わるような話をしていきたいと思います、はい、海で、お願いします。今須田先輩したけども、出るのはあくまでも俺の兄貴だから、ね、新一郎の方だから、今ね、新一郎兄貴はね、あの東口でルノアールで、なんかハンバーガーかなんか食べてるらしいんだ、ガッツリ
あっちにいるんだ。がっつりすぎる。じゃあもうすがお兄ちゃんが来るということで、はい、よろしくお願いします。ちなみにですね、司会進行は僕が担当いたします。よろしくお願いします。毎回めっちゃ緊張してさ噛んじゃうんですけど、いやこれだけ難しい話したらもう黒田くんしかいないよね、はい、漢字読める人ここにはいないからちょっと頑張らせていただきます。やってみたいけどちょっとチャレンジしてほしいよね。はい、それでは山田先輩、本日の授業をよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。まずはみんなに質問です。はい、はい、日本の海は、日本は海に囲まれた島国、うん、分かりますか？はい、はい、分かります。あの世界4位の海洋大国。え、そうなの？実は日本の海ってですね、非常に広くて深いんですよ。そうなの？その海の面積、日本が管理している海の面積っていうのは世界で6番目で、その海にある海の水の量が世界で4番目。すごい、なかなかですね、あの他の国が攻めてこられないような状況があって、なんですが、日本はじゃあ他の国から攻めてこられないと思いますか？まずみんなこの授業でですね、周りにいる国の怖さ、まあ、隣国といいます、はい、学んでいると、知っていると思いますが、日本人の中にはね、そうは思っていない方々たくさんいるんですね。よく平和ボケとかお花畑とか言われちゃうんですけれど、まあそれでいいのか。ああ、なるほど。どこの国ももう攻めてこないんじゃないかと思ってる人が多い。あの未来永劫平和なんだと、このあの豊かな国をいつまでもほっといても維持できるよみたいなことを考えてらっしゃる方結構いるんですね。実はもうかな、なかなかですね、周りの国々ですね、うん、はい、あの危険な状態になっているというところで、ちょっとですね、この周りの国ってどういうふうになっているのかっていうことを見ていただきたいんですが、はい、はい、まず今問題になってますね、ウクライナを攻めているロシア、実は日本の隣にあるんですよ。で、日本の上からも全然、で、あれ日本の一部を、白いとこですか？黒いとこだよ。ここのこのち、ああちっちゃ、ちっちゃいとこです、はい、この青いとこはロシア。隣だよ、隣、はい、そして北朝鮮、中国、中国もいろんなところを攻めてるんですね。このやばい国に実は日本は囲まれてしまってるんです。知らなかった。よく平和ボケてきてるな。そうなんです、実はね。実感なくないですか、狙われてる。なんでやばい国なんですか？まあ、うん、まあ、まずはですね、まあ、皆さんあのご存知のロシア、これやばい、ね、今はウクライナを、まあ、侵攻している、はいはい、まあ、あの東側、西側ではウクライナでは、東側は大丈夫かっていうと、実は日本も非常に危ない、危ないことになってます。まあ、ロシアの問題でいろいろ国際ルールとかも守ってくれない、うん、北朝鮮も守ってくれない、中国も、あの南シナ海の裁判とか国際裁判があったんですが、判決なんかもう全く、判決文を紙くずだと言ってしまう、もう、まあ、国際ルール、ルール無用の組なんですね。どうしたらいいの、まあ、実際にデータもルール守んないか怖くないよね。え、全然何でもできちゃう。何でもしちゃダメとは言っても、あのみんなで決めたルールなんで、国際ルールなんで守らなければいけない、だから怖いんです。ちょっとこちらご覧いただきたいんですが、はい、国際法というのはですね、実は国際条約といいまして、うん、あのそれぞれの国で、約束をとしているんですが、うん、はい、今世界にはですね、国連加盟国、国際連盟、国際連合、193カ国あります。その国と国との関係を保つために条約を結んで、要はこれが国際法と言われるんですが、あのもし戦争になった時にはこうしましょう、こういうことは守りましょうという、あるいは人権、人の権利は守っていきましょう、人の命は奪ってはいけない、当たり前のことをですね、国際ルールの中で決めてるんですが、まあ、どこからどこまで、国のルールなのかと。そうですね、あの、まあ、あの葉月さん、はい、ロシアはこういったルールを守っていると思いますか？いや、思えないですね。今ニュース見てるだけでも、普通に民間人がもうすごい数殺されちゃって、ね、死んじゃってるニュースとか見るので、これ守ってたらまず今みたいな現状にならないですよね。そうなんです、守ってないですからね。守ってると思いますかっていうか、守ってないので、はい、病院とかさ、学校も攻撃してる、ね、しちゃいけないんですよ、先生。はい、あのまずですね、
民間人あるいは兵士でない人を攻撃しちゃいけない、でもよくニュースで民間の人があるいは子供までが殺されてしまうということが、自転車乗っている人がね撃たれちゃったなんていう、病院や、そうなんだ、なんか妊婦さんとかが、はい、あそうだね、それはあれなんですかね、やっぱりもう降参だって言わせたいがためにもうルールとかも無視してやっちゃってるってこと、そうですね、もうとにかくどんどん攻めていく中で、やはり人を殺し始めて戦争の状態になると、まあ、通常の理性というのは働かなくなってきてしまって、どん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 エスカレートしてしまう、だから国際ルールに基づいて最初にやってはいけないことっていうことは決められてるんですね、決めてるのをやってないってことです、そうですね、国同士がの決め事を守ってない、で先ほどの世界地図を見ても分かる通りですね、そういうルールを守れない危険な国が日本の隣周りにいるんですよ、囲まれてます、はい、でもそこにこの場所に住んでる人全員がそうやってやばいってわけではないじゃないですか、もちろんですね、このロシア中国北朝鮮もうトップがですね国のトップですね、指導者たちが国を勝手に動かす可能性があると、まあ、よく独裁国家、はい、あるいは独裁的国家というような言い方をします、先週学びました、それは、うん、そうですね、はい、国のトップの人が、うん、覚えてます、国民の割りじゃなくて、うん、こうトップとか、うん、その割りが、そうですね、はい、うん、あなるほど、そうするとその国のトップが、一人がですね暴走してしまうと国が危ない方向に走ってしまうっていうことなんですかね、多くの方はですね最初は国民に選ばれてるんですよ、ただどん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 暴走し始めてしまって気づいたら自分は偉いんだ、どんどん偉いんだ、自分の言うことは聞くんだと勘違いして世界の問題児になってるね、世界の問題児、ロシアのトップって誰だか知ってる、あさすがに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 プーチン、プーチン、ウラジーミル・プーチンです、うん、ああプーチン、どうですか、これ合ってますか、はい、プーチン、プーチン大統領ですね、はい、本当は親日で日本にもですね柔道をやってて、日本に理解があったんですよ、でそれがまるで違うような人になってしまったと、実は柔道、日本の柔道のトップの山下先生、まあ、オリンピックで金メダリスト取った人は昔仲良かったんですが、もう今は顔が違う、まるで別人のようだと言ってます、しかしデータすごいのあってるよ、じゃあ次マルだけどさ、はい、中国のトップは誰、習近平はい、なんか喋り方かわいい、はい、キャラクター正解です、はい、かわいいな、はい、あ合ってるね、合ってる、はい、はい、習近平、プーさんと言うと怒られます、はい、さあじゃあさ、もう一つの国イメポテ答えられるかな、はいはい、北朝鮮のトップはほんまにいつもなら覚えてる、えガチでガチで、絶対ほんまに頑張って、えガチで分かる、え顔分かるでしょ、顔分かります、どういう、ちょっとプニュって、プニュってしてる、じゃあ分かる、ほんといつもなら、あキムさんなんだっけ、ほんまに待って、ほんまにほんまに通称刈上げくんとかもいる、ああ近くでしょ、ね、他に、ね、渋谷に歩いてる、じゃあ歩いてないでしょ、キムチョンです、あキャラクターに歩いてる、キムチョン、そうそうです、そうです、そうです、正解です、正解です、そうです、はい、でも正解だよ、キムさんですからね、キムさん、はい、それぞれ何をするかわからない独裁的国家とおっしゃっておりましたが、うん、山田先輩から見てそれぞれどんな特徴がありますか、ですね、確かに気になる、どこの国も危険なんですが、ちょっと私なりに分析してみたところなんですが、うん、こんな感じです、はい、ロシア積年の恨みといいまして、もうだいぶ100年以上前に日露戦争というのがありまして、これ日本が勝ってるんですね、散々これはヨーロッパの国とも協力してもらったところあるんですが、まあ、その時に、サハリンでカラフトという場所をですね、南カラフト、まで日本のものになったんですが、まあ、土地を日本に取られてしまったという認識がありました、はいはい、そしてこの戦争の後、朝鮮半島、韓国北朝鮮のある朝鮮半島が日本の支配下に入っていくと、もともとはかなりこの辺もロシアの影響力があったんですが、うん、それが取られてしまったということと、ロシアが世界に出てくために邪魔で邪魔でしょうがない国でもあるんですね、非常に目障りなうざいやつなんです、ロシアにとって、そのために日本に対しては時々攻撃的なスタンスというのを取ってきます、なるほどね、日露戦争
ずっと恨みがあったんだ。そうすると、はい、で北朝鮮はですね、うん、まあ、瞬間湯沸かし機と、マジこれ気になる、まあ、このおっさんやっぱり全然口悪くなって、一瞬で先輩ですね、あのちょっとですね、時々暴走するようにミサイルを飛ばしてしまう。そうですね、ミサイルめっちゃ見ます、見ることある。だからなんか時々ですね、あの日本から、先ほど話が出たように、日本から北朝鮮はですね、拉致問題といって人を連れてってしまう。ニュースで見ます。で返すと言ったり返さない、もうそんな人いないと言ったり、もうコロコロ変わる。本当自分の立場で変えてしまう。であと韓国との間の仲良くしようねっていう約束も時々すぐにやめたと言ってしまって、また戦争するぞということを言い出す。非常にこの瞬間湯沸かし器のような国になっている。これすぐカットするっていうんですか、瞬間湯沸かし器っていうのは。カット、カット、頭に血が昇っちゃって、カーカー、カットも激しいですけど、カーッとしてしまうんですね、はい、形がね、湯沸かし器みたいな。そうですね、最近ちょっと痩せているのが、これをまた不思議だと言われていて、ね、なんか見たことあります。そうなんだ、はい、ですね、中国の計画的犯行ってこれどういう意味ですか、はい、中国はですね、虎視眈々ともすごい長期スパンでですね、やってくるんですね。それが一つは、気づいたら香港の問題。香港はもともと欧米型の社会だったのを中国に返して、あっという間に中国化してしまう。そしてもう言論の自由は全てなくなってしまうような、状態になって、で台湾をいると。また日本に対してはですね、尖閣諸島問題、すごい時間をかけてじわりじわりとやってきて、今まさに手が届く、届きそうな距離までやってきてしまったという。すごい計画的。でもですね、そんないつ何かしでかすかわからないような隣の国が今日本に何を仕掛けているのかということですね。知りたいな。まずは北朝鮮の方から見ていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずは金正恩率いる北朝鮮なんですが、軍中的に見るとですね、こちらです。あ、随分下なんだ。30位、日本5位ですから。はい、あ、そうだ、すごい。この日本の5位はですね、日本というのは専守防衛といって守る力だけの5位なんですよ。だから本当に最高、本当にこれはこの力というのは、なんか質問があるみたいです、はい、軍事力っていうのはその軍隊の力ってことですよね。日本の場合はですね、防衛力、自衛隊に限ったもの、はい、まあ、厳密に言うと違うんですが、国際的には軍事力として自衛隊も見られます。でも守りしかないのに5位ってすごい。そうなんです。例えばアメリカやロシア、中国、核兵器持ってるんですね。もう相手ももう何億人と殺せるような武器を持ってる国と対抗しても、日本は守るだけで5位にいるというのはかなり最強。頑張ってるね、日本。はい、そうですね、北朝鮮によって日本の領海が危険にされてるんですね。今危ない状況にいます。こちらをちょっとまたご覧ください。ミサイルです。今、トップの北朝鮮トップの金正恩になる前はですね、このミサイルそんなに飛ばしてなかったんです、うん、17年間で16発だったのに対してですね、金正恩に、体制になってからはですね、約11年間でもう100発、今年3ヶ月でも15発とすごいペースを上げて、さらにですね、今年の3月に北朝鮮が発射した弾道ミサイル、なんと、日本の排他的経済水域といいます管轄海域、日本が管理している海域に落としてるんです。北海道から150キロの距離、近い、はい、すごい。落ちてたらやばいです、まあ、そうですね、非常に危険なところに飛ばしてくる。だってこれただで飛ばせるわけじゃないじゃないですか。わざわざこんなにお金かけてまで威嚇をする意味って何なんですか。確かに、はい、まずですね、これいろんな意味があるんですけど、実は北朝鮮だけがそんなにお金があるはずない、はいはい、今の経済制裁という形でですね、実は燃料すらないはずだと。まずですね、北朝鮮が何を目指しているかというと、簡単に言いますとですね、脅しです。威嚇、俺たちこんなに強いんだぞって威勢を張ってですね、ミサイルを飛ばすことで、お前ら言うこと聞かなかったらとんでもない目に遭わせるぞという。特に日本の場合はですね、北朝鮮最大の敵はアメリカだとしてます。で皆さんご存知だと思います、はい、アメリカと日本仲いいですね、はい、で軍事同盟でもあるんです。日本が襲われた時はアメリカが助けてくれるという約束があるんですが、このアメリカに対する脅しでもある。となるとアメリカと敵対している中国やロシア
が後ろにいるということも考えられてます。でもこれ150キロっていうとさ、東京と栃木ぐらいなのよ。え、近くに栃木県怖くない、丸、ま、ちゃん怖くない。え、そこは被害なんもないんですか、150キロで。はい、あの確かに、うん、これとか絶対ありますよね、うん、そこは、うん、だって着弾しないんじゃない。あの実はこの海域ですね、季節が違うとイカの漁師さんたちいっぱいいるとこなんですが、イカじゃなくてさ、だって漁船屋だったらどうするんだよ、漁師さんが心配。漁船に当たったらどうするの。ただね、あのそこまでバタージョージはいいんだよ、バタージョージ美味しいですよね。まだ北朝鮮にも覚悟がない。あの、まあ、万が一当たったらですね、これはもう即戦争仕掛けてるような話になってしまうんですね。あのなので北朝鮮もですね、当たらない場所や当たらない時期、要は漁船がいないね。あ、そうなんだ。そうよ、そういうこと。実はですね、ちょくちょく見ながらその辺をですね、どうも中国や韓国、中国やあのロシアからのアドバイスがあるんじゃないのかということも言われてます。じゃあもう日本の船がどこにいつどこにいるかっていうのは北朝鮮はもう全て把握済みってことですか。あのほぼほぼある程度把握をしていて、だからそれがどうもロシアや中国からのアドバイスがあるんじゃないかって。アドバイス。でもそれはそれでなんか怖いよね。怖いです、ね、嫌だよね、なんか日本の船がどこにいるのか。実はですね、この日本海中に潜水艦潜っている船というのがいっぱいいて、日本、アメリカ、そしてロシアが一番多いんですが、で韓国の船、あのもしも万が一撃ち込んでどこの国かの潜水艦の近くにでも落ちたら北朝鮮に攻撃されてしまうかもしれない。おそらくもう特にですね、このアメリカの潜水艦中心にそれをコントロールしていくと、いうことであの撃ち込んでいる。それはどうもロシアがどこにアメリカの潜水艦がいるのかということを教えてるっていう可能性が高いと思います。なるほど。山田先輩、ちょっとこうした北朝鮮の脅威に対して日本はどうしていけばよろしいんでしょうか。はい、非常に難しいところなんですが、まずはですね、今日本が準備しているのは迎撃ミサイル、飛んできたミサイルを撃つんですね。日本の先ほど軍事力が強いっていうのは、この迎撃ミサイルをどんどんあのいいものを作っていってるですね。で、ただですね、今あの私も自衛隊に仲いい方いっぱいいるんですが、3発撃ち込まれたら2発目までは確実に落とせるけど、3発目にはちょっと自信がない。ちょっと、じゃあ3発撃たれたらやばくないですか。やばいんですよ、10発が一気にね。やばいやばいやばい。で、あの手でこう なのでですね、あの今はですね、船から撃ってるんですね。あのイージス艦っていって相手の情報を取ってそこから撃ち落としてるんです。本当は陸地にですね、しっかりとした拠点を設けたいんですけど、なかなかそういうあの防衛施設が地元に作ると住んでる人はなんか怖くなってしまって反対運動が起こる。それであのイージス調和というんですが、あの山口県でも秋田県でも反対されて設置することができなかった。じゃあどうすればいいんですか、これは。そうですね、なかなかあのこれが難しいところなんですけれど、まあ日本が取るべきものというのはですね、これからまずは今こんなに北朝鮮がミサイルを撃ってきてるんだから、やっぱり国民として守っていこうね、守る施設は重要だねというところで、今あの少しあの防衛予算も増額をして、だからあの安全でかつしっかり守れる武器を開発していこうということで進んでます。じゃあ日本は守る方を重点的にっていうことですか。はい、そう、今ねそれで電磁波使って相手の機能を麻痺してしまう研究とか。すごい、頭良さそう。それはできるだけやっぱりね、日本人ってみんな勉強してきて、みんなも勉強してるように勉強してきている国なので、そういう新しい技術を使って国を守っていこうと。はい、でそしたらでもさ、飛んでくる前に相手のミサイル攻撃しちゃえばいいじゃないですか。そういうのダメなんですか。はい、それが今議論になっているところで、できないんですか。今あの今の法律では、憲法の下では厳しいだろう。では憲法を改正しようという動きも今始まってます。あの、まあ、一番もう相手が準備し始めて準備打とうとしてるんだったら、そこにもう壊してしまおうというのを、こういう考え方もあります。なる
るほど、山田先輩、ありがとうございます。続いて、中国についてもよろしくお願いします。はい、みんなは中国に関する授業をよく受けてると聞いてます、はいはい、なんとなく分かっていると思うんだけど中国じっくりと計画を練って犯行に及んできてます、葉月さん、はい、例えばあれですよね、台湾狙ったりとか香港奪ったりとか、はい、そういうことしてますよ、ね、すよ香港の人なんてかわいそうですよね。すごいかわいそう、ね、せっかくいろんなこと研究してきていろんな発言して、うん、そうするとね今発言してしまうと捕まってしまう、うん、発言しただけで学生がね発言をして自由をくださいと言うともう捕まっていってしまう、もう今までなんかすぐ捕まっちゃうよ、秒ですよ多分すぐすぐ私もダメだそうなんですよね。そんな中で、ね、日本が警戒しなきゃいけないのがこちらです。なんでこどこ、はい、尖閣諸島、はい、尖閣諸島聞いたことあります、聞いたことあります、はい、黒田さん、ハワイっぽいよね。確かになんか綺麗な海と綺麗な海みたいな。あの中国船が来てこう乗っ取ろうとし、そうなんですよ。あの、はい、まず画面を変えていただけますか。はい、尖閣諸島、沖縄本島ここにあるんですね、うん、沖縄、で石垣島、西表島、この辺世界遺産になったところですね、この近くにあります。沖縄県に属、石垣市に属する小さな島々なんですが、うん、昔はね、1970年代、この辺に石油があると言われたんです、これ国際機関が研究をしてあると。そうしたら急にですね、中国がいやいやここは俺たちの島なんだと言い始めてしまう。それは石油欲しさなんですか。最初は石油欲しさでした、まあ、中国は、開発の向かっている時にどうしても燃料が欲しかった、そういうところですね。では、ゆめぽてちゃん、はい、はい、クイズです。うわ、はい、急なクイズ出た。いきなりクイズコーナーです、はい、急にいつか自分の領土にしようと企んで中国船か尖閣が尖閣諸島に、近づいてくるんですが、1年のうち何日ぐらいやってきてると思うんですか。まあ、アピールしに来るってことですよね、はい、尖閣を取ろう取ろうとして、だから取ろうとするんだったら多分気合が必要だから、はい、多分360日ぐらい、ほぼほぼ毎日めっちゃいるよ。なかなか強いんですが、なかなかいいんですが、はい、おお、すごい、これはね、すごい、正解なのは台風の日とか海が荒れた日には来れないのが大体1割ぐらいあるんだ。なのでほぼ正解。ありがとう。お正月も来ちゃうわけ。そうすると、あのお正月も、来るんですけれど、お正月だとちょっと少ない。あ、少ない、船が少ない。やってくるね。あの、だいたい4席ぐらいでいつも来てるのが、中国のチャイニーズニューイヤーと春節という時期になるとだいたい2席ぐらい、やっぱり中国の人もですね、正月休みは欲しいんですね。そうなんだ。でも来るとどういうことをしてるんですか、日本は。確かに、はい、あの、日本はですね、海上保安庁が必死になって守ってます、うん、だいたい4隻体制で来るんですが、あの、うん、中国船がやってくると海上保安庁がですね、あの、毎回毎回この、まずはこの島々にへばりつくようにしっかりと守ってます。さらにですね、4隻相手が4隻来たら4隻で、もうマンツーマン体制で押し出していくような、それって何隻で来るか分かってるんですか、こっちは。あの、大体衛星でですね、監視してます。衛星すげえ、はい、かっこいい。もうお互いにですね船の動きというのはほぼ監視しだ、お互いに監視してます。いや、もし中国に取られてしまったらどうするんですか、まあ、どうなる。あ、それは日本の島がなくなると日本の海がなくなる。そしたら今度次の島。ああ、なるほど。どんどん攻めてこられる。あの、中国はね、境界を作らない国で、どん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 広げていってきてるんですね。そういう意味で言うと非常に怖い。欲張りだね。なるほど。ちなみにですね、あの、私今年の1月にこの尖閣諸島の海洋調査に行ってきました。すごい。大丈夫ですか。あの10年ぶりの民間の海洋調査だったんですけど、あの、前回も私行ったんですが、今回ですね、あの、行ってまいりました。あの、実はですね、中国に妨害されちゃいけないということで、5年間政府とも調整しながら計画を練りに練ってきて海洋調査を行いました。これですか。これがあの、その時撮ってきた映像なんですが、あの、これ大釣島という尖閣諸島なんですね。で、先ほどのあの、この赤いのが中国船です。
これが2つが日本の海上保安庁の巡視船です。そこまで来るのやばくない？これがもう一隻同じような船がいました。で私が乗ってる船からこれ撮った船、写真なんです。同じ船に見える。しっかりと、でもね、危険な目に遭わなかったんですか？あの海上保安庁がしっかり守ってくれていて、さらに空はですね自衛隊の飛行機が飛んでくれて、何かあの守ってもらってるっていう感じが出るんですよ。中国語で帰りなさい帰りなさいって言うんですよね。